とはプロググラミング言語理論ににおいいてて任意ののをを基軸にした型の多層を扱っるる概念であるスーパータイプは、その派生と定義された数々のサブタイプによって、大体、代入可能とされており、これは、代入可能性と呼ばれる。そのスーパータイプとサブタイプの関係は、イズウェイと呼ばれている。型の派生関係は、しばしば記号を用いて、サブタイプ、 スーパータイプと表記される。サブタイプの概念は、その時の用法で、海型派生型拡張型部分型などと別称されるので混乱しやすい。スーパータイプには上位型規定型基本型の別称がある。これらは、階概念と上位概念に言及されることがあり、また正確ではないが部分概念と全体概念にも言及されることがある。サブタイピングは、 型理論ではなく、オブジェクト思考言語の継承及び、メソッドオーバーライドによる動的ディスパッチを発端にしており、ボリモーフィズムによったものである。それを形式化した理論としては、リスコフの置換原則が有名である。モジュラープログラミング発のインターフェース抽象型も後に関連付けられている。ジェネリックプログラミングの総称型も関連付けられている。 関数型言語のパラメトリック多層も後にサブタイプに言及されるようになり関数型言語はレコード型や関数の型をサブタイピングしている語り論方面からのサブ構造型システムとシステム F サブも登場しているサブタイピングはシミュラー67で登場した継承と仮想手続きを分析した計算機科学者ジョン・デーナルドによって1980年に 考案された言葉である。それをさらに研究したるカカルデリラが1985年にインクルージョン多層という概念にまとめたアンドクラス図表現。鳥は規定型。アヒル格好打ウは派生型。サブタイピングはオブジェクト思考言語のクラスの多体性からのコンセプトであるので、その最初の例としては右にあるアンドクラス図を引用して説明する。 スーパータイプは規定型、サブタイプは派生型と表記されることがある。渦では鳥は規定型であり、アヒルカッコー、ダチョウは派生型である。鳥型の変数 X には鳥型のインスタンスだけでなく、アヒルカッコー、ダチョウ型のインスタンスをも代入できて、その際の変数 X は鳥型の派生で片付けされることになる。もう一つの例としては、 上位概念と海外念に基づいたものであり、ここではスーパータイプは上位型、サブタイプは下位型と表記されやすい。ここでは数値型のナンバーフローティンテージャーを引用する。これらは派生記号でこのように表現できる。インテジャー、フロート、ナンバー、インテジャー、ナンバーとフロート、ナンバー、ここではナンバー型の変数 X に フロート型とインテジャー型の値を代入できて変数 x は多層になる。その使用例はこのようになる。ファンクション Max。Ifx,y, then return y.Else, return x,end. 関数 Max はナンバー型の引数 x,y を通してフロート値とインテジャー値を計算できる。その際の引数 x,y は ナンバー型の回で片付けされることになる。語理論においては、派生型関係は、と表記される。つまり、A、B という表記は A は B の派生型であるという意味である。語理論における型の派生は、A、B ならば、型、A を持つ式はどれでも型、B をも持つという事実によって特性づけられる。この形式的な推論規則は、 方説として知られている。語理論の研究者は、派生型であると宣言されたもののみを、派生型とする記名的型システムと、二つの型の構造によって、派生型関係にあるかが決まる構造的型システムを区別する。上記のクラスベースオブジェクト思考言語の例は、交渉型である。構造型のオブジェクト思考言語では、 型 A のオブジェクトが型 B のオブジェクトの処理できる、メッセージ全てを処理できるなら、継承関係に関係なく、A は B の派生型となる。型の派生を持つプログラミング言語の実装は、大きく2つに分類される。型 A の値の内部表現が型 B の値としての、内部表現も兼ねるインクルーシブな実装と、型 A の値が型 B の値に、 自動的に変換されることのあるコエッシブな実装である。オブジェクト思考言語のサブクラスによる型の派生は大抵方眼的である。前述の整数と不動小数点数の派生型関係は内部表現が異なっているので強制的な例である。ほぼすべての型システムでは型の派生関係が定義されている。それは反射率と推移率を満たすものである。 つまり、全順序が成り立つ。ありがとうございます。